みかん食べていい？いいよ。おかん？ん？前言ってたさ、あのイヤイヤキノコってどうなったの？イヤイヤキノコはさ、ちゃんと成長してイヤイヤ終わっていくんだけど、いつも新たなイヤイヤキがいるよ。あ、うん、大変やね。もうさよく、まあ、ありがちなのはさ、うん、でおやつ食べるよって言ったらダーってみんな大体おやつ食べたくて、いやいやじゃない子はダーって出してくる。おやつの前にじゃあお片付けしておしっこ行こうって言うよ、うん、あの活動の間には絶対おしっこトイレ入れるよね、トイレトレーニング中の子たちは、うん、でおしっこ行こうって片付け、いや片付けしない片付けしないって言う、うん、でおしっこも行かないと。で、あ、おやつ食べないのって、おやつ食べないよって言うから、じゃあおやつ食べないのね、いいよ、じゃあおやつ食べない、食べようよ、食べないって言うから、あ、じゃあいいよ、食べなかったらこっちで座って待ってきなさい、みんなおやつ食べるからって、いやーって言うから、うん、おやつ食べるの、食べる、食べないって言ったじゃん、ここで待ってきなさいって、食べるって言うから、じゃあおいでって言って、じゃあおやつ食べるならって壁にエカードとかいっぱい入って、おしっこしてパンツ履いて手洗っていただきますだねって言ったこと、順を追ってさせてあげる。だいたい2歳ぐらいっていうと、言葉で入るよりも目で入ってきた方が素直に入ってくる子が多いから、だからエカードを貼っててあげて、ちょっと一発で理解できない子とかには、じゃあ食べるって言った時には、じゃあ一回おしっこ行って何して、一箇所ですって入れば、あのおしっこにスムーズに行くし、その後で戻ってきて、今度はあの次これだねってパンツを履くし、スムーズに、でその後、じゃあお手手次洗って、泡でジャブジャブするんだよ、泡でゴシゴシするんだよって言ったらこうやって洗って、でまたずっと水遊びしてたりするから、次なんだったってまたトントンって指させば、あ、もういただきます、だから座んなきゃとかなる。だからいやいやの子は大体いやって一回言うけど、うん、じゃあ嫌だったらじゃあこっちねって言うと、こっちの方が良かったって戻ってくる。だいたいその一回嫌って言った時に、じゃあこっちになさい、嫌なおやつがいいって言った後に、もう一回じゃあおやつ食べようと、嫌だってそこまでなんないかな。大変なんだね、イヤイヤ期。まあでも可愛いよ、面白いよ。あ、おかん、あの子供が好きでその仕事始めたもんね。好きと思ったことはないけど、好きなのかもしれないね。うん、さっきから一口で食べてない。何個食ったお前。お前ちっちゃいからいっか。見たなくない？うん、全部食べた。